はい、こんにちは。今回は、この間少し説明した、カーナビのね、ことをちょっと説明しようかなと思います。この車はね、インターネットをね、通じて、やってますので、市販の車、普通に買った時についてるカーナビとか、あと、カー用品店とかで、売ってるようなカーナビとちょっと違って、いわゆるスマホで使えるカーナビがそのまま車についてるというような形になりますので、で普段使ってるのがね、ヤフーのカーナビになるんですけど、ちょっとそいつをね、説明しようかなと思いますのでね、興味がある方はね、ちょっと見てください。どうぞ。はい、じゃあこれがね、今この車についています。カーナビのところになります。通常だともうね、こんな感じかな。ちょうどエアコンとかがあるところの、普通にデッキが入ってるところに今こういうふうについてます。で、普通にね、スマホとかと同じでアプリがそのまま入る形になってまして、これがこうやってスクロールするので、ここに自分のアプリをね、スマホと同じように見たいものとかをね、入れることによって、インターネットが使える環境であれば、再生することが、見ることができるようになってます。で、普段ね、使うのが、これですね。Yahoo のカーナビっていうのがあります。これもね、普通にGoogle マップ、Google マップじゃねえや。プレイストア。ここにこれあるんですけど、これで、プレイストア開いて、で、こうやって開くんですけれども、あとは、こうやって、カーナビと選んでもらうと、カーナビがいろいろ出ると思うんですけど、ここにね、今これ見えてる、この Yahoo のカーナビってやつですね。無料ナビって書いてあるやつですね。これをね、普段よく使ってます。無料なのでね、ダウンロードしてもらっても OK だと思います。で、これ入ってるので、ここで、これは開くにしておけば別に開いてくれます。そうするとですね、ネット環境があればこのようにスマホと同じように画面が立ち上がって、これが、もうちょっとかかるかな。この立ち上がりはいつもちょっと時間かかるので、よいしょ。で、こうやって画面に出てきます。現在地をね、普通にスマホというか、これは GPS がついているので、この GPS でね、出してくれますので、今の現在地が今、ここに出ると。で、普通にね、スマホと同じなので、指先でこうやるとスクロールをしてくれますし、現在地はこの左下のこの三角形のボタンを押せば、現在地に戻ります。あとはね、拡大とかも普通にスマホと同じようにやってもらえれば、こういうふうに拡大もできますし、この端っこ、ここにね、拡大縮小あるので、マイナスを押せば、こうやって大きくなりますし、これ逆にプラスにしていけば、ギュン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 、ちょっと現在地ずれちゃったな。現在地に移動します。というような形でね、こうやって見ることができますので、これは結構使いやすいかなと思います。ちょっとね、使い方だけ説明をしようかなと思います。普通のね、カーナビとして使うっていうのでもね、この上のところにね、目的地を検索するっていうのがあるので、ここをタップしてもらえれば、このように出てきます。履歴があればここに履歴が出てきますし、なければ別に自分の知ってるやつでも打ってもらえれば全然これで場所を選んでくれますし、この上の部分、ビヨッと。ここにキーワードとか目的地履歴とかスポット情報、ジャンルとか住所とかがありますので、例えばジャンルとかをピッと押すと、こうやって、こういうのがいろいろ出てきたりしますので、こういうので選んでもらってもいいですし、あとはスポット情報。これ情報はこれしかないので、自宅、職場、自分で登録したスポットが出ますので、
まあ、これを使ってもらってもいいですし、いや戻っちゃった、うん、あとはまあ目的地の履歴とか、まあ、これ今履歴は、まあ、ちょっと行ったところが若干出るのかな、そうだね、あのセブンイレブンとかが出てる感じかな、まあ、こういうのとかも出ますので、まあ、そういうのでね見てもらっても全然大丈夫ですね。うん、一番よく使うのはやっぱりこの一番右の住所、この住所って書いてあるんですけど、ここの住所ってやつでをタップすれば、ここにあの北海道から全部こうやってグッと出ますので、そこで自分の行きたいと、まあ、ここはね愛知県なので東海エリアの愛知県、そうするとはねあ行からずっと出てくるので下スクロールしても選べるし、この右端にね見えますかね、ここにね、ここに赤サタナって書いてあるので、ここで例えばタ押すとタから始まる市町村がこうやって出ます。例えば田原市、そうすると田原市がこうやって出ます、ビヨンと。わからないのでちょっとこの辺、荒子、じゃあここ、そうすると荒子は荒子だね、これ多分ね工場じゃねえか、そうするとこのような形でね目的地ピヨッと出ます。そうするとね右下ここにね青いのでルートって書いてありますので、こいつをポチッと押すと、ここで今ねちょっと表示が出てるので、これ今ねログインしてない状況ですね、ちょっとまた後で説明をしたいと思いますので、うん、これ今ログインした状態になります。そうするとねこのような形でねあのルート情報が出てきます。今の現在地がまあここですよね、名古屋の南ので、ゴールがまあ田原市っていうと、ここ田原市だとここですね、そこがここまでのルートが、ここの左下のところに出ます。このように。見えるかな。まあ、おすすめ高速一般と出ます。まあ、今おすすめが出てて、ちょっと混んでますよで、1時間42分。で、料金が高速乗って1950円っていう形で出ますね。この下のね、道路の詳細をね、タップすると、よいしょ。そうするとね、こうやって、走る道路、高速の乗り口、降り口、でどこ走るっていうのもざっとここでね見ること自体はできます。あとそうですね、あとはねここ高速優先、まあこれはおすすめが高速優先で出てるだけなので、ここはまあ特に変わらないです。あとはここで一般優先にすると、まあ一般で2時間で距離90キロだと一般道の走るルートが出ますので、こんな感じにセットしてもらえれば OK です。あとは走れば開始しますし、まあ、この右下、ここのところを、まあ、こうやってタップしてあげると、あ、動いたかな。うん、そうすると、ちょっと今ずれた。こういう感じに出ますので、運転さえ開始すると案内が始まります。まあ、運転してないので今出ないんですけれども、こんな感じで、あとはナビの通りに従ってもらっても OK ですので、ちょっとね、試してもらうといいかなと思います。まあ、案内終了するんだったら、まあ、終了してもらえればこれで普通に今の現在地になりますので、でこれがねいいところは、先ほどみたいにルート出した時に高速と一般とか出るんですけど、その時に高速の料金まで出してくれるんですよね、概算の料金を。まあ、ちょっと履歴、まあ、今さっきのとこですよ、まあいいや、そうですね、さっきのところなんかだと、ここのとこ見ると今1950円、高速乗ると1950円かかるよっていうことですよね。これが分かるっていうのがね非常に便利ですね。ちょっと違うのを見てみると、まあ、例えば草薙総合公園、まあ、これ静岡なんですけど、ざっと見ると先の方までこうやってずっと出ます。そうするとこれで見るとこのように、まあちょっと渋滞をしてますよ、2時間15分で高速料金が4270円ですという感じで出ます。これがね、まあ、高速のやつで、これ乗るログ位置がねちょっと変わってくるんで、あ、ちょっと行っちゃった、ちょっと戻って、うん、これでね若干このここのところがちょっと変わってる感じで、料金も変わるので、こういうのでね見比べてみると、値段的なのと時間でねちょっと考えられると思う。あとはまあ一般押せばこのぐらい
だからまあ高速乗った方がいいかなということがね、でいくらぐらいかかるのかなというのがこの時点でね分かりますので、ここが非常に便利だと思います。でよく使われているのはね、あの Google マップ使われている方多いと思うんですけど、 Google マップだとねこの高速料金とか出てこないので、そのあたりでねこっちの方が明らかに使いやすいと思いますので、ちょっとね使ってみるといいかなと思います。ちょっと現在地、あとですね、Yahoo の ID、まあ Yahoo をね、使われてる方なんか ID 持ってる方多いと思うんですけれども、それを持ってるとね、交通情報とかも見ることができます。この左側、まあ今 3D って書いて、今 3D の状態なんですけど、まあ 2D にするとこう上から見れると。まあワンダッチでこう 3D とね、見れるので、これ自分の見やすい方で OK です。その上に、ここにね、よいしょ。交通情報って書いてあるんですけど、こいつをこうペチッと押してあげると、ここにうーっと出ると、ちょっと待ってくださいね。ここにね、あの高速道路の交通情報、このような形で出てきてくれます。ちょっとね、引きにしようか。こういう感じね、高速道路がざっと出ます。で、緑色になってるところは、いろいろとこう、速度規制があったりとかするような場所になりますね。いろんな。で、あと、オレンジ色。まあ、この辺とかにちょっと拡大しようかな。よいしょ。まあ、この辺とか今、ありますよね。これは赤色かな。ここも赤色ですよね。赤色のところはね、渋滞をしてるっていう場所になります。緑は何かしらの規制をしてますよっていうことになりますね。あとですね、まあ、この辺とかを見ると、音は、いるかな。音は蒲郡の付近。こことかで見えるかな。ちょっとね、紫色にここら辺なってるんですけれども、これあの、そこの場所で事故してますよっていうことになりますので、これね見ていくとね、こことかここがさっきの音羽蒲郡のあたりですよね。こっちの方、静岡の方、ここですね、このあたりですね、もうやあの事故してるなっていうのが牧野畑あたりかな、でもやってますし、あとここのね、ちょっとね見えますかね、黒くなってる部分、この黒くなってる部分っていうのは、通行止めです。これはね、静岡インターの手前のところのね、日本坂トンネルか。あそこがね、右ルート、左ルートがあるんですけど、その右ルートが今、トンネルが今通行止めに、多分工事かな、やってると思います。これ左ルートだけ通れるっていうことなので、まあそこら辺が注意できますね。この辺も、ちょっと混んでますよっていうのが、この時点でざっくりと、こうやってやってもらっても大丈夫なんで、これでもう全体も見えますので、こういうので、まあ大阪方面もこんな感じで見えますし、まあ東京の方もこんな感じで見れると。いうのがね、Yahoo の ID を持ってると、これが全部、無料で見ることできますので、高速道路乗る乗らないとかね、そういうのもね、ここで確認できるので、まあこれで、ちょっと使ってみるとね、非常に便利に使えます。あとですね、いろんな機能があってですね、この三角バータップしてもらうと、ここにね、ルート設定とかね、いろいろと出てきたりしますので、あとね、運転力診断っていうのがね、これできますので、まあこういうのをね、使ってもらっても大丈夫です。まあいろいろな機能がついてますので、ちょっとね、お試ししてみるといいと思います。あと職場とかもね、登録できたりしますし、あとね、特によく使うのが、これですね。施設アイコン。ここにガソリンスタンド、駐車場、コンビニとかあるんですけど、これをタップしてもらうと、ここに、こうやってたくさん出ます。これ今ね、こっち側で今ね、全部表示するようにしてあります。上の部分をね、押せばね、全部非表示に変わります。こうやって。で、ここのとこですると全部表示に切り替えることができますので、こういうのもね、スタンドあると便利ですし、あとね、駐車場、コンビニ、ファミレス、これも全部一緒ですね。コンビニなんかもこうやって全部の、まあメインところは入ってますし、あといろいろとね、カフェとかだとスタバとかも出るかな。
あとファミレスとかだとこういうガストとかも出ると、一番よく使うのがこれ非常に便利なのがこの駐車場ですよね。今見てもらうとタイムズ、三井のリパーク、この辺だと名鉄協商、あとオンライン決算が可能な駐車場コインパーキングっていうのをこれ今全部ねオンの状態表示するってなってます。この状態にしてあげるとですね、これが非常にね出かけた時に便利で、今この場所でもこの上の方を見ていただくと分かるんですけど、どうですかこの辺、ここら辺にね駐車場があるんですよ。ちょっと拡大しましょう。見えますかね。ここまでちょっと見えないな。ここ今ちょうど線、ここにね今ありますよね。あとここにもありますよね。あとここにもありますよね。このように駐車場がこの地図上に出ます。で出てくれるのは当然便利なんですけど、さらに便利なのがこれね、見てもらうと分かるんですけど、ちょっと見にくいかな、 P のその赤いやつ、これ名鉄京商パーキングなんですけど、その右上のところがここですよね。ちょうど空って書いてあるんですよね。これね、駐車場空いてるっていうことをね、ここでね、分かるんですよね。まあタイムラグはあるので絶対とは言えないんですけれども、ここもだからここも駅のとこ空いてるんですよね。これがね、コインパーキング探すときに非常に便利になります。例えばですね、まあこの辺はちょっとあんまりいっぱいじゃないので、例えばもうちょっと行こうかな、ここら辺、この辺見てもらうと分かるんですけど、赤くなってますよね。ちょっと拡大しましょうか。ここら辺、よいしょ、ここまで行くと見えない、ここ。そうするとこういう感じでコインパーキングがたくさんあるんですけど、このようにね、そうするとここの駐車場、赤色、右上が赤色、これはね駐車場が今いっぱい満車ですよってことなので、この隣は今空いてますよ、こっちも赤色、こっちも赤色ってことで、こことこことここは満車ですよ、ここだけ空いてるよっていうことなので、ここにね行くことできます。ああ、じゃあここ空いてるな、空いてなかったらこっちの方だな、ここも空車で、このオレンジ色、この今三井のリパーク、ここ混雑、まあちょっと空きが少ない、1台2台とかそのぐらいの時こんな感じになりますね。そうするとね、この辺とかもバッと見るとこのような形で、あ、ここのところ混雑、この辺、あ、じゃあこの辺は空いてるなっていうのがわかるので、じゃあこの辺からこの一方通行とか出るので、ここから曲がって、じゃあこことかこことかっていう風に行くっていうこともできるので、駐車場をねぐるぐる探すっていう必要自体がないので、これはね非常に便利ですね。ということでね、使ってもらうといい。まあメインはだいたいこれを使うことの方が多いと思います。であとはね、止めた場所が分かんなくなっちゃうなっていうような時なんかね、ここのね現在地、ここのね左上のところにね駐車位置保存っていうのもありますので、これはスマホを前提に作ってるので、この車の場合はほとんど意味ないんですけど、ここの部分をねピチッと押してあげるとね、ここの位置がね残ります、ショートカットとして。そうすると買い物行った時にね、どこ止めたのかなっていう時にこれ開いてもらうと、この駐車位置に行くっていうのをピッと押すと、そうするとねそこまでのねあれが出てくれますので、この場合はまあ移動してないので全く意味がないんですけれども、まあ、これもねこれいいです。これもね必要なねアプリがあれば入れてもらえれば OK なので、ちょっとそういうのをね使ってもらうといいかなと思いますので、ちょっと使ってみてください。いいかね、よいしょ、はい、というような感じがね、Yahoo のカーナビの説明になります。これ結構ね便利です。特にねいろんなとこに出かける、まあ営業マンなんかもそうですけれども、止める場所に困るんですよね、駐車場に。コインパーキング知ってるとねこことかって出るんですけど、なかなかねどこにあってとか裏にあったりすることが多いので、これでねちょっと探してもらうと、もうピンポイントでそこにね行くことができますので、
非常に便利です、ね、Google マップだとねどうしても地図で探すっていうことが出てくるので少しね見つけにくいところがあるかなと思うんですけど、Yahoo のカーナビでコインパーキングの場所を調べて、で Google マップで衛星写真あれでその駐車場の広さとかその自分で止めれるかなとかねそういうのをね見ていただくと、あここのコインパーキングなら止めれる広そうだなとかっていうのが行く前にあらかじめわかるので、ちょっとそういうのをね二刀流で使ってもらうとね非常にいいかなと思います。で Google マップでね使われてる方非常に多いと思うんですけれども、ナビとしては少し使い勝手あまり良くないかなと思います。ナビとして使うとちょっとね変な道を案内することが多いので、ちょっとねナビのね信頼度っていうかねそれは低いかなと思いますので、目的地の状況とかを衛星写真とかでね確認するのには、まあ、非常に便利になりますので、まあ、場所をね調べるとかだったら Google マップで調べてもらった方がいいし、あとナビでねルートを出すだったらカーナビYahoo のカーナビを使ってもらった方が間違えにくいルートをね出してくれるかなと思いますので、そういうふうにねちょっと使い分けてみるとね非常に便利にこなせると思います。あと地図データとかもね随時更新をしてってくれるので非常に安上がりというか、まあお金がかからないっていうのがいいですよね。車ね純正のカーナビとか、まあ、ああいうのもそうだし、あと、まあ、社外品のやつなんかもそうなんですけれども、どうしてもねハードディスクタイプとかああいうやつだと別途自分でね地図更新をしなきゃいけないっていうのが出たり、あとインターネットに接続して更新をするっていう風になると結局インターネットに接続をしますので、特別っていう感じはありますね。もしね自分のね車にカーナビついててで普段はスマホのっていう風であれば、まあ、スマホのスタンドをね買ってきてもらってそれをつけてカーナビとして使ってもらった方がいいかなとは思います。結構使いやすいと思いますので、で走行中はね当然ねスマホをいじる、まあ、カーナビもね基本的にはテレビとかねああいうのも走行中はいじっちゃいけないので、カーナビもね走る前にセットしといてもらって、あとはね走行中はその指示に従ってもらえればいいですし、普通に他のカーナビと同じように喋ってくれますので、そこら辺はね特に問題がないかなと思います。だから使ってもらって、でまあ無料なのでねダウンロードしてもらって使ってみて、まああんまり自分の中で気に入らなければそれはやめとけばいいだけの話なので、まあ、もしねスマホのカーナビで何がいいのかなっていう風でしたら一度ねYahooのカーナビをねちょっとお試しいただけるといいかなと思います。という感じでねカーナビのちょっと、スマホのカーナビですね、それのね、使い方というかねこんな便利だよっていうことをね説明させていただきました、うん、動画の方ね、まあもしねよろしければね高評価いただければと思います。あとねチャンネル登録もねしていただければ、またねこんなね、そんなことしてるよというような内容のことでもねちょっとね細かくやっていこうかなと思いますのでね、またよろしければねご覧になっていただければと思いますのでお願いします。では。